よう、お前ら、元気にしてたか。今日はこのポチャロー先生が秦基博さんの「ひまわりの約束」を歌ってやろうって言ってんだよ。どうして君が泣くの？まだ僕も泣いていないのに、自分より悲しむから辛いのがどっちかわからなくなるよ。辛くただただその今日が二人なら宝物になる。そばにいたいよ、君のためにできることが僕にあるかな。いつも君に、ずっと君に笑っていて欲しい。ひまわりのようなまっすぐなその優しさを、ぬくもりを全部、これからは僕も届けてゆきたい。ここにある幸せに気づいたから遠くで灯る未来、もしも僕らが離れても、それぞれ歩いてゆく、その先でまた出会えると信じて、ちぐはぐだったはずの歩幅、一つのように今重なる。そばにいること、何気ないこの瞬間も忘れはしないよ。旅立ちの日、手を振るとき、笑顔でいられる。その優しさを、ぬくもりを全部返したいけれど、君のことだからもう十分だよってきっと言うかな。そばにいたいよ、君のためにできることが僕にあるかな。いつも君に、ずっと君に笑っていて欲しくて、ひまわりのようなまっすぐなその優しさを、届けてゆきたい。本当の幸せの意味を見つけたから。
ありがとうございました。